ガイ・ウィリアムズはアメリカ合衆国の俳優である。1924年ニューヨーク州ニューヨーク市生まれ、イタリア系の家庭でブルックリンクにあるリトルイタリーで育った。俳優になる前の第二次世界大戦時には航空整備士として、その後はセールスマンなどを経てモデルとしてキャリアをスタート。モデル時にはいくつかの雑誌の表紙などへも登場した。 1946年にメトロゴールドウィン・ベイヤーと1年間の専属俳優としての契約を結びハリウッドへ渡り1947年にザ・ビギニング・ア・ザ・エンドで映画デビューを飾るその後はテレビドラマや映画などへコンスタントに出演を重ね順調にキャリアを重ねていった1957年には解決ゾロのタイトルロールでもあるゾロに抜擢され 一躍スターダムにのし上がった。また、1965年からレギュラーキャストとして出演したテレビドラマシリーズ宇宙家族ロビンソンへの出演でも知られており、同ドラマではロビンソン一家の大黒柱ジョン・シムズ・ロビンソンを演じて人気を博した。1989年後半に滞在先のアルゼンチンで行方不明となり、 現地の警察などが捜索を行った結果、ブエノスアイレスの自身のアパートで遺体で発見される。遺体は死後数日経過しており、死因は脳動脈瘤であると判断された。その後、ウィリアムズの遺骨はカリフォルニア州のマリブに面した太平洋に散骨された。ありがとうございます。